遥か遥か遠くの天体を見ますと宇宙の過去が見えるのだそうでございます。望遠鏡や人工衛星を使った観測技術の進化によって星が誕生する仕組みが分かり始めたと言われています。一方で理論やシミュレーション計算も急激に進歩して元素同士の衝突による宇宙空間での物質の誕生の仕組みが分かってきました。宇宙という壮大な話と物質の誕生という小さな話から始めましたが、この足の速い普通の女性、あ、いや失礼、永原さんは実は東京大学大学院の教授で地球惑星科学の第一人者。彼女は先に述べた観測と理論、そのどちらでもない手法を使って私たちに最も身近な星、太陽の誕生と太陽系の進化の過程を探っているのであります。ところで、太陽や地球はどうやってできたのでありましょうか。私たちは今地球の上に生きています。で、地球は水があったり木が生えていたり、とても美しい惑星ですけれども、この私たちが生きている地球、これを作っている主なものはこのマグネシウムとかケイ素とか鉄とか、それから酸素とかって、そういう元素たちです。こういうものはどうやってできてきたんだろうかということを考えたことありますか。実はこのこういう元素たちは太陽系の中でできたわけではなくって、太陽系が生まれる以前に、その以前に太陽の宇宙に生きていた星たちが作ってくれたものです。星は生きてまた再死んでしまうんですけれども、その死んでいくときに最後にいろんな元素を作ってくれます。はじめ水素とヘリウムっていう、その周期律表のはじめの元素、2つの元素だけですけれども、周期律表のそのもっと後にあるいろんな元素、それはみんな星が死ぬときに最後に作ってくれます。できた元素は温度が冷えていくと固体の物質を作ります。でもそれはただ小さいので、まあ、塵、宇宙の塵というふうに私たちは呼んでいますけれども、でその水素やヘリウムのガス、それからできたその塵が集まってまた次の世代の星を作ります。太陽はこれ宇宙が始まっていると何世代目の星かは分かりませんけれども、私たちの以前にいくつもの星がいて、いろんな元素を作ってくれたわけです。でそれが集まってこの地球になったり、それから私たちのような生命になったりしています。私たちの住む地球を含む太陽系は今からおよそ46億年前に誕生しました。星が誕生する姿は望遠鏡や人工衛星などを使ったいろいろな観測によってかなり分かってきたのですが、星はガスの中から誕生してくるのです。実は宇宙空間は真空ではありません。水素と少量のヘリウムガス、それと前の世代の星が作った小さな塵たちが漂っています。ガスや塵は密度の高いところを中心にだんだんと集まってきます。その時ちょっとした力の働き加減で回転を始めるのです。回転が始まると遠心力で円盤状になってきます。中心は一番密度が高くなって原始星と呼ばれる星が輝き出すのです。原始星は今の太陽のように自分で核融合しておらず、温度はまだ低い状態です。ガスと塵の塊だった円盤の中から塵の成分だけが集まっていきます。さらに塵同士が集まって小さな天体を作ります。これを微惑星と呼びます。微惑星は衝突合体を繰り返し原始惑星になります。さらに原始惑星同士が合体して惑星を作り、現在見る太陽系の姿ができたのです。これどうしてこうそういうことが分かっているのかというと、これは別にコンピューターシミュレーションの上でだけ分かっているわけではなくて、私たちは非常に直接的な証拠を知っています。その証拠とは太陽系誕生のタイムカプセルとも言われる隕石です。その多くは今から46億年ぐらい前に誕生したまま全く変わらずに太陽の周りを漂っていたということが分かっています。また地球にやってくる隕石のほとんどが小惑星帯からやってきたと考えられているのです。したがってそういう情報を合わせると、実はその今地球に落ちてきた隕石たちっていうのは46億年ぐらい昔に
大きな惑星にはなりそびれて、そのままそこに残ってしまった太陽系の微惑星たちの名残であるということがわかります。地球惑星科学者の永原さんは、隕石を用いて太陽系初期の出来事を紐解くと同時に、実験室の中で鉱物をガスにしたり、ガスから鉱物を作ったりすることで、宇宙における物質の変化の様子を実際に見える形にする研究をしています。この研究を進めると、星屑でしかなかった宇宙のガスや塵から、どのようにして地球や生命の元となる物質が誕生してきたのか、どのような進化を遂げてきたのかという大きな謎の鍵を一つ開けることになるのです。それでは、太陽系の初めの頃の出来事を知っている物質、そう、宇宙からの使者、隕石についてのお話から始めましょう。こちらの東京の上野にあります国立科学博物館です。ご覧のように隕石をたくさん展示しております。こちらにありますのが、南端隕石という約 1.7 トンの中国に落ちた隕石です。その他、日本で最大の気仙隕石135キログラムありますけれども、というような代表的な日本の隕石を展示しております。隕石はそもそもその天から降ってきたということで、昔の人から崇められたりして、神社とか仏閣にずっと昔から保存されてたりします。例えば福岡県の直方市で直方隕石という隕石があるんですけれども、こちらは西暦861年、平安時代に落下した隕石がずっと保管されております。その当時はただただありがたいものだったわけなんですけれども、日本中に落ちた隕石を集めてもわずか50個程度、非常に希少なものなのです。ところが、永原さんは隕石などの惑星科学を初めから研究しようとは考えていませんでした。子供の頃からまず体を動かすことがとっても好きで、やっぱり活発だったんでしょうかね。高校生になって、たまたまひょんなことで山岳部っていうのに入って、山登りをたくさんやるようになっていまして、でそれはなんかとっても自分の性にあって、もう夢中になって、それで大学受験するときに何やろうかとはたと思って、もう山が好きだったもんで、地球のことを勉強すればその山がどうしてできるとか、そういうことを勉強できるんではないかと思って、大学でこの地球のことを勉強するところには進学をしました。でやはり大学生の間も山登りを続けてたんですが、同時にやはり地球のことそのものをもうちょっとその科学の対象として見るっていうことに興味を持つようになりました。早稲田大学大学院修士課程を卒業後、一旦就職をしたんですが、もっと勉強をしたいという気持ちが膨らんできて、東京大学大学院の理学部地質学教室、岩石学研究室に入り直しました。そこでは地球を作っている岩石の成り立ちや進化を研究していました。リーダーの釧路先生は世界的にも有名な岩石学者で、マグマ研究の第一人者。マグマのことをもっと勉強したいと思い、仕事を金繰り捨てて入ったのにもかかわらず、釧路先生から隕石の研究をしてみませんかと勧められたのです。この一言が彼女の研究者としての人生を決定づけました。貴重であるがゆえに研究材料にしづらかった隕石ですが、南極観測隊が大量の隕石を発見したことで状況が一変したのです。ところが、その日本ではあまりそれを研究している方がおられない、あまりというかほとんどおられなくて、私自身は実は隕石に対しても本当にもう全く無知と言っていいほど何も知らなくって、で釧路先生はその自分は地球のマグマのことを調べてるけれども、地球の元になったその隕石っていうのはその地球の元と言ってもいいような代物なの でそれがやはりどういうふうにしてできてきたのかっていうことをの自分たちのグループの中でやはり研究してみたいと。でそれを私に提案されたわけです。そこで私が一番最初に研究し始めたのは隕石の中でも、コンドライトっていう名前の隕石なんですけど、それここにも今持っていますけれども、
これはもう何の変哲もない、これもしイソコイラにあったらただのイソコイラの石ころと思うような何の変哲もない石なんですけれども、まあ、これ自体は実はその46億年ぐらい前に太陽系の一番初めにまあできた固体の物質なんです。このコンドライトが集まってさらに集まって地球を含む惑星に進化したと言われています。コンドライトは隕石の 86% を占める種類で、コンドリュールを含む岩石という意味です。コンドライトにはコンドリュールという1ミリ弱の小さな丸い粒がいっぱい詰まっているのです。さて、時代は隕石をサイエンスの対象として見始めたばかりの頃。あの時代にその隕石研究に加わることができたっていうのは非常にやはりラッキーだったと今になって思うと。隕石がどのようにしてできたかを実験で探る試みも世界で初めてでした。当時釧路県で共同研究をしていた土山さんを訪ねました。永原さんと釧路さんと私と3人で実際のそういうコンドリューっていうのを実験室で作りましょうと、でそういうことを始めたと。で永原さんはまあそういうあんまり実験の経験その当時なかって、主として隕石を、白片作って顕微鏡で見てとかそういう仕事を、していたわけですよね。さらに私たちは釧路県時代から永原さんの親友である前川さんにも話を伺いました。はじめは土山さんと釧路さんの仕事だろうという、やっぱ偉すぎて2人がね、土山さん非常に頭の切れる人ですし、釧路さんまた世界のトップですしね、で一緒にやってるから永原さん目立たないわけです。だから釧路さんと土山さんの子とか博士課程の最後ぐらいになってくると、もう隕石に関しては釧路さんもかなわなくなってきたんです。論文をきちっと読んでいったから、でそこで彼女が出なかったら多分おしまいだと思うんです。さて、このコンドリュールが丸くなった理由ですが、宇宙空間で鉱物の塊が溶けてしぶきの状態になり、表面張力が働いたためなのです。つまり宇宙空間に漂った小さなマグマの粒なのですが、液体になったことが確かなのにもかかわらず、実は大変不思議なものなのです。太陽系の初期の宇宙空間では、鉱物が液体になるような温度でも圧力でもなかったはずで、地球惑星科学の最大の謎、現在もまだ分かっていないのですが、その謎の一歩手前に当時学会の論争点があったのです。どうしてだから溶けたんだろうっていうので、いろんなの考え方がありまして、決定打のようなものがないんですね。で特にやっぱり大きな論点は、太陽系のガスの中から直接できたんだろうか、それとももともとあったものが再び溶けたのどちらかというのが一番大きな論点でして、ちょうどドクターに入られた直後に、そのコンドリュールの性にとって非常に重要な発見をなされて、最も権威のある科学誌「ネイチャー」に発表したたった1枚の論文、ここに記されたコンドリュールの中に溶け残りの鉱物を発見という一文は、世界中の惑星科学者を震撼させるに十分な内容でした。この中、よく見るといろんな鉱物がたくさん詰まっているんですけれども、その鉱物の中にいくつかだけ他のものと異質な科学的な成分を持った鉱物があるっていうことに気づきまして、コンドリュールがその溶ける前にあった鉱物が温度が上がった時に溶けきらないで、でまた溶けきらないうちにコンドリュールがスッと温度が冷えてしまって、違う成分を持った鉱物がそのマグマの中からできてきたということが考えられるということを見つけまして、それがですから、そのコンドリュールの中の溶け残りの鉱物の発見ということで、それでそうするにしますと、コンドリュールはつまり太陽系のガスから直接できてきたわけではなくって、もともとあった太陽系の塵みたいなものが炙られて温度が上がって、それで非常に早く温度が上がって、あっという間にまた冷えていってしまったということが結論できるようになったわけなんですね。つまり学会を二分していた論点に永原さんは結論を出したわけです。太陽系の物質がどのくらいの時間でどう進化し、
どんなヒストリーがあるのかを紐解く糸口をつかんだのです。ネイチャーに掲載されたことを機に、永原さんには世界中からさまざまな連絡や誘いが来たそうです。その頃、永原さんの研究スタイルやテーマに大きな変化が起こりつつありました。ここは岩石学研究室。地球の内部を再現するために高温高圧の実験装置ばかりが所狭しと並んでいました。しかし永原さんが研究をしている地球の元ができた場所は太陽系の初めの頃の宇宙空間、真空に近くおよそ10のマイナス7乗気圧という超低圧の世界なのです。それで周りの人たちがみんなその圧力の高い実験、どうやったらマグマができる、どんな条件だったらどんなその成分を持ったマグマができるっていうのをいろいろ研究してるんで、よしそれなら私もその圧力の低いとこではガスからどんなものができるかっていうのを調べてみたいという思いがあって、でまあ作ってみたのがまあこの装置という、そういうわけで宇宙空間、それも太陽系初期の空間を再現することを目指したこの実験装置の中で一体何が起こるのか、ちょっと説明しましょう。ヒーターが設置されている筒に試料となるコンドライトなどの岩石や鉱物を置き、ターゲットと呼ばれるモリブデンの針金をセットします。ポンプで空気を抜いてから水素ガスを注入し、宇宙空間と同じ圧力が低く水素に富んだ環境を作ります。ヒーターの温度を上げていくと、固体だった鉱物が直接気体になる昇華が始まるのです。鉱物の原子がガスになった状態です。温度の低いところで原子同士が結ばれ、運が良いと結晶構造を作って再び鉱物になります。この時ヒーターからの距離で温度が違うと、違う形や違う種類の鉱物に成長するのです。最近の実験では観覧石を試料に使うことが多いそうです。観覧石は地球の上部を作る鉱物の中では最も多いものですが、宇宙空間でも最も多いことが分かってきた鉱物です。もちろん天然のものも使いますが、不純物の少ない人工観覧石の単結晶を使い、消化や結晶成長をより正確に理解しようとしているそうです。それでは実際の実験を見せていただきましょう。先ほどの観覧石の小さな欠片を試料として装置の中心にセットします。こちらはターゲット。ここに結晶がつきます。内部のセットができたら、重くて分厚い蓋を閉めます。さすがに超低圧にするだけあって、ボルトがいっぱいですね。順番を守ってしっかり閉めたら、真空ポンプを動かします。水素ガスを部屋の外から引っ込み、コックを開いて装置に入れます。あとは決めた温度に上げ、決めた時間待つのです。宇宙空間で物質の状態がどんな風に変化するかを、この小さな装置の中でコンパクトに再現することができるのです。数日後、実験の成果を顕微鏡で見ることになりました。作業は新しい顕微鏡を導入したばかりの小沢先生にお願いし、先にセッティングを進めておいてもらいます。永原さんは助手の立花さんと一緒に後を追いかけます。でもさ、合成のコランダムの結晶はやっぱりなんか伸びてるじゃない。あれは
ベルヌイだから移動中の会話もついつい研究のこと。15分ほど歩いて着いたところは理学部3号館。見えますか？短く切った針金、これがターゲットです。ここに観覧席ができているはずですよね、永原さん。でもその観覧席飛ばしたからって観覧席が作る必要は全然ないわけなんですよ。だからその観覧席にはマグネシウムとケイ素と酸素があるんで、ケイ素と酸素だけのものでもいいし、例えば別の奇跡っていう鉱物もやっぱりマグネシウムとケイ素と酸素でできてるんで、必ずしも同じものができる必然性は全然ないんですね、それは、うん、なぜかこのもう非常に観覧石っていうのはできやすいんですね。でこうもしかもここ つく場所の温度がかなり高いと温度のところでも低いところでも、まあ、それは多分宇宙に非常にたくさんある理由だと思うんですよ。ガスから観覧石を作り出したのは永原先生が世界で初めてだそうです。おや、実験中のところすみませんが、先ほどの1号機とは随分違いますよね。この実験装置は私がその一番最初に作った実験装置なんですけれども、初めだからよく知らないんで、とにかく自分で手作りでほとんど中は全部作りました。もうちょっと広い空間同じ温度で入れるようなそういう炉を作ろうと思って作ったのが実はこちらの2号機という装置でして、これはもう見かけもちょっとその太くなってるんですけれども、ある広い空間自由にガスの分子が動き回って、でその中でなんかいろいろ反応したりということをまあ試すことができるようになりました。同じような装置を実はもう一台作りまして、もう物質によっての金属は例えばの素材のものはこちらで実験をする、それから岩石の成分のものはこちらの装置で実験するということをやりました。とこれでも実はまだ不満で。そんなお話を伺っている間に3号機で実験の成果が出来上がったようです。今日の実験の目的はターゲットにできた鉱物ではなく、消化をさせた残りの観覧石の中に含まれているマグネシウムの様子を調べます。軽い同位体の方がより消化をしやすいので、重い同位体が濃く残っているそうです。重い同位体の濃縮の程度を二次イオン質量分析計を使って測定します。時間や温度を変えた実験からこれらの基礎情報をたくさん積み上げていくのです。永原さんの研究スタンスは理論を実験で証明すること。理論的にわからないことを実験で明らかにする、また理論的に予想されることでも実験でそれを確かめる。時には理論の予想と異なる実験結果が出てくることもありますが、これらの実験結果の積み上げこそが永原さんの重要な仕事だそうです。それは自然科学にとってとても大切なことなのです。宇宙でどうやって物ができてくるかっていうプロセス、それだけ宇宙の進化とか、あるいは生命ができるのかできないのかとか、そういうことにいろいろ複雑な絡み合いをしてて、でだからガスと固体の間のそういう反応みたいのを取り扱って、ものがどうやってできるだろうか、どのぐらいのスピードでできるだろうか、こういう条件だったらこんな物質はできるけどこれはできないとかっていう、そういうのをやっぱり私たちがこう非常によく理解できると、こういう星の周りではこんな物質はできる、こうからこういう鉱物ができたり、こういう有機物ができたりするはずであるということは一応みんな予測できるわけですよね。この研究で分かることは、実は隕石の誕生過程にとどまらず、物質や生命の誕生の謎に迫るものだったのです。こうした研究の成果が認められて、2001年には優れた女性科学者に贈られるサルハシ賞を受賞。より一層内外から注目されて、取材の申し込みが絶えなくなってしまいました。かくいう私たちも永原さんを追いかけ回したわけですが、とにかく彼女はお忙しい。
この日も学生の修士論文提出目前、先生の取り合いという状態が遅くまで続いていました。大学では教授として学生を教えながら自分の研究を続け、学会に発表するための論文を書く、家庭では一児の母でもあります。そんな永原さんの身近で研究をサポートしている立花さんから見た彼女は、朝から晩まで土日も休まずにまあ研究しているっていう人で、僕ともまあなんか夜中になんか信じられない時間に2人でメールのやり取りをして、いろんな連絡を取り合ったりとかして、まあとにかくなんか仕事をしているのが好きっていう印象ですね。それで実験室なんかでもその実験装置にできればずっとかかりっきりになっていたいっていうような人で、実験をしてその資料を取り出して顕微鏡で簡単に見たりとかするときに、本当にその目をキラキラと輝かせてものすごく楽しそうに見ている姿がまあ印象的な方です。同じ分野の研究者から見た永原さんは、永原さんはまあ粘り強くまあ何度もいろんな実験を繰り返して、まあいろいろなデータを出されると、それからまあ学会などでいろいろまあケチをつけるというか文句をつける方がたくさんいらっしゃるわけですね。それに対してもまあ粘り強く反論して、また次回には新しいデータを出して、どん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 前進んでいってらっしゃる、非常にまあ精力的な方だと思いますね。山が好きなだけだった少女は今、地球惑星科学者の第一人者として活躍をしています。自然科学を研究する楽しみとはどんなところなんですかね。人がやれなかったことを自分が初めてやれるようになる、あるいはその物事の仕組みとか理解できるっていうのが一番楽しみなんですよね。原子をぶつけて鉱物の塵を作るというミクロの世界に入り込んだ永原さん。しかしこの研究で見つめている空間は宇宙、太陽系や生命の誕生の謎に迫る壮大なマクロの世界でもあるのです。それにしても星屑だったガスや塵が今の地球や私たちの体を作っていたなんて。太陽系や宇宙の歴史、これは非常に長い時間をかけた進化です。したがって私たちはそれを具体的に知ることはできません。そのために限られたいろいろな情報を集めていますが、実際に宇宙を観測したり、それから隕石を調べて太陽系の歴史を紐解いたり、で一方でのコンピューターのを使ってのコンピューターシミュレーションで太陽系の進化の姿とか宇宙の進化の姿を調べています。でしかし実はそのどちらだけでも全く十分ではなくて、それはどういう時間でどういう変化が起こるべきか、あるいは温度や圧力という条件が変化したらどういうふうに変わっていくかということを正しく知っていてシミュレーションしなくてはなりません。それでその結果が実際に我々が観測しているような宇宙の姿、あるいはその太陽系の姿と合っているかという形で確かめていく必要があります。そのために私たちは実は実験が必要 で私は今後も実験という手段を通じての実観測との理論を結びつけて、本当の太陽系や宇宙の進化というものを明らかにしていきたいと考えています。